和田氏は日本の氏族、関務兵士の流れを組む三浦氏の所流、三浦氏の一族である杉本義宗の子、義盛が所領の地名を姓として称した。義盛は源頼朝の挙兵に従い、また源の乗りよりの戦め付けとして多くの先行を挙げ、鎌倉幕府の初代侍戸コロベッに任ぜられた。これにより我氏は、 幕府の有力御家人の一家としての地位を築いた。しかし、吉森は後に、幕府の権力を一点に掌握しようとする、北条独創家の挑発に乗って挙兵。この戦に敗れ、私一族は滅ぼされた。ただし、吉森の抜手の杉浦義国は命からがらに、大御国まで逃れて、杉浦氏の祖となったという。また、吉森の孫の友森も生き延びて、 同族の佐久間屋村の養子となり、佐久間氏の名跡を継いだ。和田氏のうち、吉森の老いである高石家持は、北条方につき、思えは和田合戦において戦死したものの、その子の時持には、吉森の末弟の宗金の所領であった、越後国奥山荘が安堵されている。この系統は後に、洋北州の一角を形成する和田塔となり、三浦和田氏、越後和田氏と呼ばれる。 氏族に、越後中城氏、越後黒川氏、羽黒氏、関沢氏などがある。日立国の佐竹氏の家老に、和田氏がある。この家系は、平成にして、三浦氏の一門、和田氏の末裔にあたり、和田明は、戦国大名、佐竹義重の宿老として活躍した。幕門は、横引き領。京府和田大隅和明た重十光ため、も、 ためしげまた、全行の文家に、以下のに家計あり。なお、ためなりの家計は、では国十二書にあるという。系夫あだため、ただし、医者、ためゆき、ためただし、ためひさはだためなり、医衆、ためしげ、ためなお。ありがとうございます。